平野紫耀と横浜流れ星の美貌共演。生配信で見せた友情とファンの熱狂。皆さん、こんにちは。今回は元キングプリンスへのメンバーで新たな道を歩み始めた平野紫耀と俳優としてもその実力を示す横浜流れ星が織りなす美貌と友情の瞬間をお届けします。 その魅力に迫りながら、数々のファンが夢中になった生配信の舞台裏にも迫ってみましょう。2023年、ジャニーズ事務所を退所し、新たなステージに挑むことを決意した平野市要。その決断に共感する多くのファンたちが、その新たな一歩を見守っています。そして、7月に滝沢秀明氏が立ち上げた新会社。 とべ、への合流を発表し、ますます注目が集まっていました。そして、その注目の敵となったのが、平野紫仕様のインスタグラムライブ配信での出来事です。彼のファンにとって、その生配信は待ち望まれた瞬間であり、特別な時間でした。そして、その生配信がより特別なものとなったのは、俳優の横浜流れ星が突然登場した瞬間でした。 平野と横浜、二人は2018年に公開された映画、ハニーで共演したことでも知られています。その映画での絆は、彼らの友情を今でも続けている要因の一つでしょう。平野は、この生配信の中で、みんなを喜ばせたい、と予告し、その言葉通り、横浜を登場させました。 画面を通して二人の友情と笑顔が伝わり、ファンたちの心を温かく包み込みました。横浜流れ星が別画面で登場すると、ネット上は興奮の渦に包まれました。その美貌が画面から溢れ出し、ファンたちは画面いっぱいのイケメン、画面がイケメンすぎて、 顔強すぎで画面割れる、顔面偏差値に耐えられんくて画面割れそう、マジで画面割れる、今夜は眠れない、目の保養、といったコメントで次々と反応しました。その瞬間、生配信の画面越しに、美と友情の科学反応が生まれ、ファンたちはその熱狂に心を打たれたことでしょう。平野と横浜のやりとりも、ファンたちにとっては貴重な瞬間となりました。 平野が横浜を元気からトイプードルみたいな髪形してて可愛いと呼びかけると横浜は今日撮影してたから嫌から元気そうでよかったわ。平野のダンスの動画見たよと素直な感情を交わしました。その一幕一幕からは長い友情とお互いへの尊敬が伝わってきました。結論平野紫耀と横浜流れ星の生配信には ファンたちの心を魅了する要素がたくさん詰まっていました。彼らの美貌だけでなく、長い友情やお互いへの尊敬、そしてファンとの特別な瞬間が、その魅力をより際立たせていました。今回の生配信を通じて、彼らのファンは再び彼らの輝く姿を見ることができ、その熱狂を分かち合いました。皆さんも、 この日と友情の共演を通じて、平野紫耀と横浜流れ星の魅力に触れ、その瞬間の感動を共有できたことを嬉しく思います。二人のこれからの活躍にも期待が高まるばかりです。それでは次回の記事でもお会いしましょう。皆さん、ありがとうございました。